会場の皆さん、もう一度盛大な拍手をお願いします。すごいですね。なんで今回の出場人数140回、はい、今大会の中でかなりの大人に参加していただいています。でもこの人数でも一糸乱れず統一されたわけで、本当に迫力がありましたね。元気が出ましたね。ちなみに途中で早口言葉は出てきましたけど、ゆうすけさんは言えてました。え、カエルペコペコ、ミレコペコ、合わせてペコペコペコ。おお、素晴らしい。今回披露していただいた赤の番長は今回100億円までの演舞ということで、私個人的には去年の演舞の会員再生もカラフルな衣装やダイナミックな動きでとても元気が出る踊りだったんですけど、今回の赤の番長もとても参加型で本当に楽しい演舞でした。楽しいですね。楽しいですね。はい、はい、もう一度注意喚起させていただきます。たくさん人数増えてきました。暑くなっております。熱中症対策お願いします。本当に倒れてしまってはもう楽しめないので、今みたいにどんどん体力をするには楽しむためにはどんどん熱中症対策本当にお願いします。さて、続きましても続いてのチームは夢舞台さんです。大阪で最初にできた大阪港を中心に活動しているよさこいチームです。鳴子を持てば皆仲間を合言葉に幅広い年齢層で楽しく活動しています。それでは夢舞台の皆さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございます。はじめまして。大阪は関西国際空港となり、貝塚市から参加させていただきました。夢舞台は大阪で初めて生まれたよさこい第1号で、28年目を迎えました。で今回、ここに来させていただいたのは、夢舞台は全国各地から、応援に来てくれています。今回も千葉の方から応援に来てくれているメンバーがおりますので、ここでお返しのつもりで楽しみたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.